もそうなんです。例えば腕折り、正パイ有名ですか。もう一回いいですか。正パイですね。腕を使わないで腕折り。そして回って引いて引いて。があるんですけど、その肩の動きっていうのは、体の部分を切ってやったら、顔は重たい方なんですね。で、回るとき、子供たちにとってはコンパス。軸を刺して回す足。コンパスに頭が寄っとけば、寄っとけば動きやすいんですよ。頭が寄っとけば、だから、避けるときも、寄っとけば動きやすいし、来てもあっちに寄っとけば、そうです。このステップの方と一緒で、体重移動を知っている人じゃないと、普通の人は、よしよし、よいしょよいしょ、これが頭を移動することで早く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 っていうのを基本的にやらせるとワンテンポ、パンチも攻撃もステップもワンテンポずつ速くなっていく。受けるのも詰めるのも逃げるのもこれが分かっていると例えば強いキック、強いボディ、膝、キック、怖い自分より大きい外人、強い。じゃあどうするかって言ったら、まず前回し壊せば、前回しさえ壊せば強く打てると少ない蹴りもね、こっちから前回し、左利き右利き両方あるんだから、まず右利きで陰陽で壊すとき叩き出す、反応するパチンいいけど、折ろうと思ったら足があって、この足よりも半分でもいいか、半寸でもいいから蹴ること。その時体重が乗っとけば、あとは、あと非常にコンパスの応用で、ハイキックが強くいれば少し回る。そうすると、嫌でも小さいけど、あと、沖縄の伝統釜である釜、コブドウが、作物を釣って、返す、釜ね。キック、ウェイターキックボクシング全部違うから違うけど、これに体に運動ないからなんだけど、これを蹴って転がすんだけど、浜で軽くも中に取る足をね、そういう方がありますけど、そういう方って技ですけど、そういう技をイメージすると、えいじゃなくて、シュッてやると、こうなるから、そしてやっつけやすくなる。肩の技を全部使えないと、肩ももともと囲まれてるものを倒して、でやりましょうね。戦ってる設定の技なんだから。使えればいいし、使えなかったら、使えれば肩の競技大会でも立ち上がるし、本当に意味が悪く使えていけば試合でも使える、そういう教えです。